彼女の案内で車が止まったのは小さなアパートが立ち並ぶ住宅街の奥だった。2階建ての小さな木造アパートが雨に濡れてひっそりと立っている。薄汚れた看板に書かれた文字はかろうじて三雲荘と認識できた。年頃の女性が住むには似つかわしくないはずの建物がビニール傘を広げて佇む今の彼女には妙にしっくりと馴染む。本当にありがとうございました。いえいえ、これも検察官の仕事でありますから。そう言って小暮さんはビシッと敬礼してみせた。こんなボロアパートだけど、よかったらコーヒーでもいかがですか。でも、いくら昔の同級生とはいえ、夫を亡くしたばかりの女性の部屋に上がり込むのは。そう思って口ごもってしまったんだが、彼女はやけに切実な眼差しで僕らを見つめている。やはり心細いんだろう。隣の小暮さんを見ると、僕にだけわかるようにそっと首を縦に打った。それじゃあお邪魔させてもらおうかな。ねえ。アパートの2階にあるその部屋は狭いが清潔で、しかし、やけに生活感のない部屋だった。小さなテーブルといくつかの食器。花も写真も本もなく、絵の一つさえ置かれていない。引っ越し直前の部屋のようだが、そういうわけでもないようだ。僕も小暮さんも、なんとなく居心地の悪さを感じて体を小さくしながら、コーヒーを入れる音に耳を傾けている。というか、小暮さんは妙に薄気がないようだ。部屋に入った瞬間からキョロキョロと目まぐるしく視線を攻め合わせる。女性の部屋に慣れていないのもあるだろうが、何しろここは彼女の夫が雑草を遂げた部屋である。落ち着けないのは僕も同じだ。かといって露骨に不気味がる素振りが見せられるはずもなく、僕と小暮さんは意味ありげな目配せばかりを何度も繰り返す。何にもない部屋でびっくりしたでしょう。余計な荷物は全部借金の方に持って行かれちゃったの。これでも昔は銀座の一等地にマンションも持ってたんだけどね。対して残念でもなそうな口調で言いながらコーヒーカップが並べられる。バラバラのデザインで100円ショップででも売られてそうだ。ちょっとごめんね。雪乃さんが襖に手をかけた。僕の4畳半には白い布に包まれた小さな小物、1枚の新立てが置かれている。ぎこちない手つきで線香に火を灯すと、左手だけで拝む仕草をした。きっと亡くなったご主人のコツなんだろう。僕らも、お線香だけでも挨拶してもらっていいかな。ええ、ぜひ。じゃあ、小暮さんも。自分もなりますか？そりゃそうですよ。まさか、このシチュエーションでお茶だけ飲んでさよならというわけにいかないだろう。まあそうだよな。小暮さんも察しらしく、ハンカチで額を拭いながら腰上げる。膝を煮出した彼女に代わり、僕と小暮さんは順番に家に向かって手を合わせる。今日再会したばかりの初恋の同級生の自殺した夫の家。人の死には慣れてるつもりだったが、複雑な気分になる。そして、なぜかかすかな違和感もあった。さっきの彼女の話から僕が受けた印象、優しくて妻思いのご主人と、どこかちょっとだけ違うように感じたんだ。もっともそれは僕が勝手に描いていたイメージであり、それに写真というものは写り具合によって与える印象が違ってくるもんだ。僕はそう思い直してもう一度手を合わせた。一方、画題の割には少女のように怖がりの小暮さんは、遺骨の前に油汗をにじませている。画題の割には。大丈夫ですか？ちょっと気分が。やれやれ。こればっかりは仕方ない。小暮さんと来たらヤクザも格やという。外見のくせに大の怖がりなんだ。幽霊、怪談、血液の類が点でダメな承知しててが、遺骨を前にするだけでも血反応が出るとは。小暮さんが真っ青な顔でおどおどと立ち上がる。申し訳ないんでありますが、お手洗いをお借りしてもいいでありますか。すいません、ここ共同トイレなんです。部屋を出て左手の突き当たりですから。では自分はちょっと。よろよろとした足取りで小暮さんは玄関へと向かう。と言っても小暮さんの足では大股に2、3歩と行ったところだが、ちょこちょこ小暮さんいじりあるね。何かの割れる音で慌てて振り返る。そこでは蒼白な顔をした小暮さんが床に尻餅をつき、周辺にも割れた鏡の範囲が散らばっていた。小暮さん大丈夫ですか？大丈夫であります。それよりもすいません、ちょっとふらってきたもんで手をつこうと思ったら鏡が。そんなこといいですから、今半円を片付けます。
申し訳ないであります。池野さんが宝器を取りに姿を消した後も、国立さんは立ち上がろうともせず空中を凝視している。本当に大丈夫ですか？どこか怪我でも。そう言いながら国立さんの方へと歩み寄る。鏡がはめ込まれていた場所は壁がむき出しになってる。そしてそこには、おや、なんだこれ。最初は壁の染みかと思ったんだが、よく見ると違う。木の壁に直接描かれた絵のような。分かれてますね。色味はなく、ただ暗褐色の絵の具一色で描かれた不気味な絵。描かれているのは女だろうか。どうやら尻餅をついたままの小暮さんはこの絵を凝視して固まってしまっているようだ。カズミ君、足元に気をつけて。道具としりとりを器用に左手にまとめて持ち、戻ってきた彼女の声がする。小暮さんも違約バレーに変えたのか、大きな手でスーツをバタバタと抱きながら立ち上がった。ご迷惑をおかけして、すいませんであります。その、自分はちょっと野暮用を思い出したんで、先輩、先に車に戻らせていただきます。大丈夫かな、小暮さん。止める隙もあらばこそ。小暮さんは大型台風のような探しさで、外へと飛び出してしまった。私何かしちゃったかしら。いや、気にしないでいいよ。小暮さんのあの態度、一体どうしたというんだろう。それは後でゆっくり問いただすとして。片付け手伝うよ。うん、いいよ。それより、本当は何か用事があったんじゃない？いや、うん。本当は用事だろう、何もないんだが、僕は曖昧ながら彼女の言葉を否定はしなかった。なんというか、このまま僕一人で彼女の部屋に泊まることに抵抗があったんだ。ごめんなさいね。忙しいのに無理言って一目ちゃって。いや、いいんだ。こっちこそ勘弁ちゃって。弁償するよ。気にしないで。最初からここにあったもんだし、どうせ曇ってよく見えなかったから。それならいいけど。口ごもりながらそう答えて僕は考えた。鏡の裏に見えたものを彼女に伝えるべきだろうか。お、セルフクエスチョンだ。初セルフクエスチョンになるのかな。チュートリアルセルフクエスチョン。情報を整理して今後の捜査方針を決めたり、犯人の動機などを推理するときにセルフクエスチョンモードに入ります。連続する選択肢に自問自答形式で答え、結論を導き出していきます。選択によって異なる結論が導き出され、事件の展開に影響する場合もあります。まあルート分岐があったりみたいな感じですね。まあ大きくね、流行り紙は科学ルートっていうのとオカルトルートっていうのが存在するんですよね。さあ、ということで鏡の下に隠されていたのは、しかし彼女に伝える前に確かめておかなくてはいけないことがある。小暮さんと僕が見たもの、あれは一体何だったんだろう。やはり女の姿だったように思える。やはりただのシミだったような気がする。目の錯覚だったんではないか。やはり女の姿だったように思える。見間違いなんかではない。あれは間違いなく女の姿だった。そう、女性をかたどったあの絵はこっちかな。表情までははっきりとわからないが、あの入り立ちはまるでそう描いてるようだった。世相を捨て誰も信じられず孤独に生きてる姿、あの絵からそんなイメージが感じられる。孤独、考えたくはないが、今の雪乃さんもまさにそうなんではないだろうか。彼女はこの絵のことを知ってるんだろうか。鏡で覆われていたから知らなかったんだろう。知ってはいるが気にしていないだけだろう。さあ、ということで一応結論にはなるね。あとごめんなさい、そうじゃなくて甘ですね。どうしよっかな。もうちょっと見てみてもいい気はするけど、まあ最初に出た結論だからな。今回は言ってみるか。知ってはいるが気にしていないだけだろう。
さあ行きましょう。何しろこのアパートもなかなか年季の入った建物だ。不可解な、いや落書きの一つや二つあってもおかしくはない。むしろ小さなことをいちいち気にしていたら心の休まる時はないだろう。だとするとこのことをわざわざ彼女に伝える必要はないだろう。それに放っておいたところで何か悪さをするわけでもあるまい。狭い隙間からじっと見てる女がいるというなら話は別だが、いくら不気味でも女性前だ。ゆなやなそれが壁から抜け出し悪さをするわけでもない。いたずらに彼女を不安がらせる必要はないと判断し、僕は木田さんに辞去の言葉を告げた。隙間女ってワードが手に入ったかな。それじゃあお騒がせしちゃってごめんね。うん、いいの。小暮さんにもよろしくね。靴を履く僕を玄関先に立って見守る彼女。こうして何となく夫も見送ってきたんだろうか。そう思うと胸の奥がしくりといたんだ。な、これ。母さんよかったら持っていて。振りがひどくなってるみたいだから。言われて身を澄ませてみれば、先ほどよりも一層激しくなった雨が屋根を打つ音がする。来るときは、霧雨だったからと、傘を持たずに手ぶらできたんだが、さすがにこれは、ちょっと飛び出すのもためられる振りのようだ。窓もすっかり濡れてにじみ、通りを行き交う車のテーブルランプがゆらゆらとろうそくのように揺れてる。僕は素直に傘を受け取りに行った。ありがとう。今度必ず返すよ。うん。待ってるから。言葉の意味を借りかね、右手でドアノブを握ったまま硬直してしまった。おお。左手には借りたばかりのビニール傘。目を掴んだ僕の手を包み込むように彼女の左手が伸びて僕の左手に草張った。冷たい雪の中に手を突っ込んだような感覚。彼女の左手は驚くほどに冷たくて、そして今にも消え去ってしまいそうに柔らかい。薬指にはまったままの結婚指輪だけが異質な感触だ。雪乃さん。ドギマギする僕に構わず、彼女は額を僕の肩にそっと押し付けた。今日はありがとう。寂しくて。一人でこの部屋にいるのが嫌だったの。うん。かさみくん。何？私、もう一人ぼっちだよ。そんなことないよ。本当に？家族だって友達だっているだろ。そうね。それにかずみくんもいるもんね。うん。僕の肩に額をつけたまま彼女は動かない。長い髪が肩から滑り落ちて甘い香りが鼻先をくすぐる。かずみくん、頼りにしてもいいかな。もちろんだよ。そうだ、彼女は不安で孤独で心細いんだ。だから僕を、いや警察官という強い存在にすがりたいんだろう。早金を打つ胸を懸命になだめすかしながら僕は何度も自分に言い聞かせた。閉ざされたドアの向こうでしっかりと這い上がる音を耳にしてから、僕は車の待つ通りに向かって歩き出した。雨はまだ降りついており、空には星はおろか月明かりさえ見ることはできない。透明なカーテンで幾重にも囚われてるような、どこか息苦しい夜だった。囲われてるようなですね。通りに止まった小暮さん車は室内灯が照らされてる。オレンジ色のぼんやりとしたライトの中で小暮さん運転席でハンドルを抱え込むようにしてアパートを睨みつけていた。先輩、お待たせしました。体調は大丈夫ですか？恐縮であります。狭い車内で小暮さんはたらやさえ小さくした肩をますます小さくして僕に頭を下げる。一体どうしたんです？顔が真っ青でしたよ。いや、その、あ、そうであります。自分、線香の匂いが苦手なもんでして、それで少々気分が。やれやれ、相変わらず小暮さん嘘が下手な。小暮さん、そんなに線香の匂い苦手でしたっけ？刑事という仕事から、ご遺体との面会の機会は一般人と比べはるかに多い。そういった場では、大概線香が焚かれているものだが、こんな反応を見たことはない。これは、そう、選択肢ですね。何かあったのか本人に尋ねるのが一番だろう。本当にただの貧血かもしれない。まあ、尋ねる方でいいんじゃないかな。尋ねましょうか。あの部屋で何かあったんですか？小暮さんは目を張り裂きそうに見開いて首をブンブン振る。
すでに両手も左右に振って全力で僕の言葉を否定したがってるようだ。両手も。だがあいにく額に再び滲んできた油汗が僕の言葉を肯定していた。やっぱりそうなんですね。違っています。自分は何も見ていないであります。本当だろうか。どうも小暮さん、僕にはない第六感とでも言うべき感覚が発達しているようだ。人によってはそれを霊感と呼ぶのかもしれない。霊感がね、小暮さん強いっていう、そういう語りというかものがね、前作であったので、それのことじゃないかなって思うんですが、いずれにしても小暮さんは固くなにそれを否定するし、僕にしても確かめようもないから信じることも疑うこともできない。ただ小暮さんがそういった反応を見せるときには必ず何かある。もっとも自分の目で確かめることができないんでは、その何かの正体をつかむこともできないんだが、小暮さんは気味が悪くて仕方ないという顔で駅野さんの部屋を見てすぐに視線を戻して口を開いた。何か見たわけではないんですが、ドーマーの部屋はそのこう、僕のなら気にしないでいいですよ。僕と駅野さんの関係に配慮していたんだろう。言葉は濁していた小暮さんだが、やがて諦めたように重い口を開いた。多分春日さんからさすの話を聞かされていたせいだと思うんですが、何度もこうやたらと息苦しく、あれはそう、以前発祥勤務をしていた頃にヤクさんの事務所を呼び出されて周囲をかくまえた時の息苦しさに似ていたらいます。小暮さん、どんな発祥勤務時代を過ごしたんだろう。まあ、それはそれで気になるけどね。それで吐きがどんどんひどくなって、お手洗いをお借りしようと玄関で靴を履こうとしてあります。そうしたら何度もこう突き刺すような視線を感じまして、おかしいおかしいと思ってるうちにますます具合が、それで恥ずかしながら自分貧血を起こしてしまったらあります。それで鏡を、小暮総一郎一生の格であります。繰り返すようだが、小暮さんは体格にそぐわずうさぎように繊細だ。ヘモグロビンの数とは無関係に貧血ぐらい起こすこともあるだろう。しかし小暮さんの感じた視線というのはやはり彼女の、いえ血が出ます。こう左手の方から靴を履く仕草をしながら、小暮さんが左手を上下させてこの辺りと指し示す。それはちょうど小暮さんの割った鏡がはめ込まれていた辺りだ。視線を感じようにもそこには誰もいなかったはず。小暮さんは中途半端に手を挙げると困り顔で助けを求めてくる。そんな彼に対して僕は、さあということで選択肢ですね、三択か。それは錯覚でしょうと答えた。鏡から視線を感じたんですかと尋ねた。深い意味があるのかと尋ねた。これかな。鏡から視線を感じたんですか。でもおかしいですね。僕は小暮さんに背を向けていたし、彼女は僕の隣にいたし、その場所というとちょうど鏡があったあたりですよね。そうであります。じゃあ鏡から視線を感じたんですか。ということになるでありますね。答えてる小暮さんも違和感を感じてるような。稀に柱や天井に使われている木材の節目が人の目のように見えて、ありもしない視線を感じることはあるが、鏡ではそんな勘違いも難しいはず。そう考えて僕はふたと気づいた。もしかして絵じゃないですか。小暮さんがますます顔色を悪くして黙り込んでる。小暮さん、先輩もそう思われるでありますか。ということは小暮さんも自力で同じ結論に乗り着いたということか。あの時はとにかく気分が悪くて立ってるのもやっとの状態だったであります。それでここでひっくり返るわけにはいかんと何かに捕まろうとして鏡を壊してしまったんでありますが、そう言いながら小暮さんがスーツの胸ポケットから何かを取り出した。その裏からこんなものが、お札的な感じですかね。これは小暮さんのポケットから何か紙切れのようなものが出てきた。破けてしまったでありますが、お札ではないかと。ねえ、だよね。そのようですね。しっかりとした和紙で作られたお札の表面には黒々とした墨で何か書かれてる。もちろん僕には読めないんだが、なんでこんなものが紙の裏に。それは自分にもわからないでありますが、鏡の裏からできたということはあの絵と鏡の間に挟まっていたんではないかと。ああ、あの不気味なあの壁の、先輩には何に見えてありますか。さあということで選択肢だね。女の姿のように見えた、ただの染みだろう、男の顔に見えた。
まあ女性っぽさがあったよね。女の姿のように見えたね。行きますか。女の姿みたいに見えましたね。やはり自分の目の錯覚でそう見えただけかと思っていたんでありますが、やはりあれは女を描いた絵なんでありますね。そうだと断定はできないが、ただのシミというにはできすぎた構図だろう。それが紙で隠され、さらには札まで貼り込まれていたというなら、一体何のためにそこまでして隠されていたんだろう。絵の持つ雰囲気といい、何とも言えず不可解で不気味な。先輩、自分は幽霊だの、怨霊だのという言葉は一切信じないたちでありますが、春日さんのご主人は本当に殺だったんじゃないですか。え、思いもよらぬ小暮さん言葉にポカンとしてしまう。だが小暮さんは真剣だ。決して何かを見たというわけではないんでありますが、しかしやはりあの部屋はどうもおかしいであります。その言葉で僕は再び生野さんがいるであろう部屋の明かりに目をやる。カーテンが閉まってるせいで中の様子は明からない。だが周囲の部屋は暗く、アパートの中でたった一つ明るい部屋は闇夜の海に浮かんだ小舟のように頼りなく、今にも闇に飲み込まれてしまいそうに思えた。僕の様々な感情がそう見せただけの錯覚かもしれないが、あれ、ここはどこだろう。ここは、なあ、そうだ、高校だ、高校だね。僕の通っていた高校。でも目の前にあるドアは僕のクラスのドアじゃない。どこだろうと、いぶかって視線を上げてみると、美術室と書かれたプレートが飛び込んできた。まあ、そうか。美術か。窓から夕日が差し込んでるから、今はきっと放課後だな。それなら彼女がいるかもしれない。いつもこの時間はここで絵を描いてるから。ヒードに手をかけ、そっとスライドする。夕日が眩しい。石膏像、書き換デッサン、床に転がった油絵の具。美術室の後ろ、窓際の席が彼女の定置だ。今日もほら、キャンバスが置かれて。めちゃめちゃ唐突ですね。なぜ？どうして？なんでここで彼女が死んでるんだ？頭の中が疑問符で満たされ、心臓の鼓動がどん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 早まっていく。ボイスあったね、今。ボイスあったな、今。自分の叫び声で目が覚めた。心臓が口から飛び出そうにドキドキと暴れまってる。夢か。安心のあまり、肺の息を全部吐き切るようなため息が漏れる。それにしてもひどい夢だ。せっかく懐かしい高校時代を夢に見るなら、もう少しなんとかならなかったものか。重い気持ちと重い体を引きずってノロノロ出勤の準備を整える。鏡の前でネクタイを整える段になっても、まだ頭の片隅にあの夢がこびりついていた。何気なく目をやると、玄関には木野さんから借りた傘が立てかけてある。そうだ、これも返せないとな。うまく気持ちを切り替えることができず、どうしてもまっすぐ編纂室へ向かう気になれない。幸い今日は急ぎの仕事もないことらしい。僕は傘を片手に小暮さんへメールをし始めた。今日は立ち寄りのためと。じゃあ木野さんとこ寄ってから行くのかな。アパートの近くまで来てようやく気がついた。しまった、家にいるかどうか確かめてから来ればよかったな。だがよく考えてみれば、僕は彼女の家の電話番号をおるか、携帯電話の番号もメールアドレスも知らない。その時は置いてくればいいか。階段を2階に上がる。こんな時間だというのに建物の中は薄暗くカビ臭い。部屋番号や表札は出ていなかったが、それでも昨日来てるんで、僕は昨日さんの202号室に行き着くことができた。
ドアをノックするが返事はない。留守か。それならば、と、手帳代わりの小さなメモ帳を破り取ってペンを走らせる。旧企画の警察手帳にはメモ用紙もついていたんだが、2002年度の党改正に合わせ一新された新しい警察手帳は、身分証としての機能に特化されてしまってる。上には上の事情があるんだろうが、現場に占めれば古いデザインまでいてほしかったと思うこともしばしばだ。先日お借りした傘を返してきたんですが、留守のようなんで置いていきます。そして少し悩んでから先を続ける。何かあったらいつでも相談しに来てください。僕の勤務先の番号は。メモドアの隙間に押し込み、ドアノブに傘をかけようとしたところで奇妙な音に足を止めた。あたりへ回すが、アパートの住人は皆出払ってるのか、僕以外の気配はない。カリカリという小さな音はどうやらこの近くから聞こえてるようだ。僕はしばらく身を澄ませ、音の出所にあたりをつけた。それは目の前のドアの向こうからだ。雪乃さん？周囲をはばかって小声でそう問いかけるが答えはない。僕は、さあということで、仮地だね今回。新聞受けから室内を覗いてみた。このまま帰ることにした。行ってみようか。まだ6あるんだ、仮地。行きましょう。返事の代わりにカリカリという異音が激しさを増した。僕は思い切って新聞受けの蓋を押して室内を覗き込む。今のはなんだ。尻餅をついたまま呆然としてる。隣室のドアが開いた。何やってるんだあんた。あ、いえ、何でも。お騒がせしてすいません。ドアから顔だけ覗かす男は、僕の顔を見、雪乃さんの部屋のドアを見て、なるほど、というようにゆったりうなずく。お隣さんなら、実家に帰るとかで留守してるよ。そうですか。なあ、あんた、見ちゃったんだろ？え？隠さなくたっていいんだよ。最近言うからな。多いって何がですか？幽霊さん。あんたね、何人目かな？俺も時々見るけどな、気にすんなよ。あんたについてたりはしないからさ。それっきりドアを閉めようとする男に慌てて尋ねる。幽霊？思わず声を大きくした僕に、男は何を言ってるんだというような顔を見せた。だってあんた今見たんだろ。だからあんな情けない声を上げたんじゃないのか。いや、でもあれが幽霊かどうかなんて。当ててやろうか。あんたが見たの男じゃないか。真っ青な顔でこうダラーンと舌を出した。それが最近この部屋に出るって評判のやつだ。確かに僕は見たものと同じだ。だが本当に幽霊なのか？例えばそう。雪乃さんのご主人の自殺は偽装で、実はまだ生きてるとか、双子の兄弟がいるとか、そっちの方がよっぽど現実的だ。だが目の前の男はそれを幽霊と信じて、これっぽっちも疑っていないらしい。あの、いつからそんな噂が？さあ、ここ半月くらいのことだな。ああ、そうそう。ちょうどその部屋の亭主が死んだ頃だ。大方はそいつが化けて出てるか、それとも天使がその幽霊に取り憑かれでもしたんじゃないか。雪乃さんの夫が亡くなったのと同時期に出始めた幽霊か。偶然と呼ぶにはあまりにもタイミングが良すぎる。それに初めて雪乃さんの部屋を訪れた後、小暮さんが口にした言葉が気になる。春日さんのご主人は本当に自殺だったんでありますか。言ってましたよね、小暮さん。当たり前に受け止めていた事実だったが、それは本当に鵜呑みにしてしまっていいものなんだろうか。僕がさっき目にしたものがただの錯覚なら、こんなにも気に病むことはないだろう。だがそうでなければ。おー、セルクエッションだ。さあということで、新聞受けから見たもの。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。